まだオードブルも、オードブルかつまみ持ってくるよってな。つまみが来るまでちょっとじゃあ雑談で。はいはい。インテを持ってる人と持ってない人で、まあ、当然評価はまあ、評価っていうか持ってない人は分からない、で知らない人もいるじゃん、はい、インテやってえ、はい、フィッシュマンって、はい、ライトゲーマー特にアジムなんかから始めた人は全く全く認識ない、ベイトタックルの専門メーカーって言われてもえって感じで、そういう人もいるし、もうフィッシュマンファンで何本も持っててインテも持ってる人の評価と、インテだけしか持たない人の評価また違う、面白い確かに、でもやっぱりインテユーザーはすごく期待してたみたいで、テストのこう違うものを、そう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 、だからもう同じように2本持ってる人も結構いますね、うちのお客さんでも、はい、インテ持ってる人が買いに来た人も何人かいるんですよ、でやっぱりあれには苦手なジャンルの釣りがあって、例えばボトムロックだとか、で一応ギリギリで 2g とか 1.5g のジグヘッドが 5m の水深で、で PE の03とかでスローフォールしてタッチが分かるギリギリにしてあるんですよね、インテ、はい、すごい、あ、ついたっていうのが、はい、分かるようなギリギリの張りなんだけど、でもそのこのしなやかさを犠牲にしないように、っていう、まあ、キャストが一応優先で、どっちがサビオの方がインテがね、はい、インテがその軽いルアーを投げるギリギリで、キャストを優先させていて、で感度っていうのはちょっとやや捨ててる感がある、でサビオの方はそっちに逆にそっちに特化する、そっちに振ったんですね、はい、逆にあっちの頃はインテよりも1年半とか2年後とかに出しているので、その間にあの別のロッドとかで、すごくしなやかなんだけど張りを出させるっていう、うちのフィッシュマンのラインナップでクローラってシリーズのクローラの成功があって、実はあのエッセンスを入れてるんですよね。はあ、そうなの。はい、ぐにゃっと入るのに、離すとシャッと戻って、で逆に行かないっていう、不思議でしか、そうですね、あれが、あれの成功があったので、これはレモンさんの求めてるのはきっとこれかなと、はあ、なるほど、はい、というところで、でやっぱそのロッドごとにやっぱり壁があってですね、常に、そんな夢みたいなことできるわけないでしょって逆に工場に言われるぐらいそれをこうクリアできたら、やっぱありがたいっていうユーザーが、ね、アングラーが多いわけだから、欲しいに決まってるしね、僕なんかそれがとても便利なんで、1g、2g ドバーンと飛んで、で針があるからボトムも簡単に叩ける、そんな夢のようなものができるわけないっていうのがこう来るんですけど、でも今はその作り方、マテリアルがすごいもう発達していて、まさかそこのカーボンにそれ合わせられるかとかっていう巻き方ができるからびっくりよ、かんだこう対談の中身をされてってるね、もうねまあいいんだけど、おっこないのと始めようか。そうですね、じゃあ一応あの軽く新年会っぽいよっていう中で、いいですね、いやいや、ケンさん、はい、新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。もう今日はもう対談なんだけど、ちょっと新年会っぽく、そうですね。ということで、乾杯で。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと飲めれた。いや、暑いっすね、これ。暑い。まだ暑い。まだ全然落としてほしいぐらい。汗きちゃう。一番ね、この半年で僕とか一番たくさん来た質問が、はい、インテとサビをね、サビアの方は全然違うから、はい、インテとサビをやっぱ7級 UF
は一緒なので、はいはい、あれ色違うだけじゃないのかと、はい、あーなるほどね、まず候補文字とかたくさんいるわけで、インテユーザーさんの中のほとんどの人がサビを触って購入した人もいるし、うん、友達が持ってるものはちょっと吹かせろって振った人もいるけど、うん、この人たちは分かってくれるんですよ、うんうんうん、でもそれでもなおかつ、うん、あの同じようなもんだぜっていう人も実際いるわけ、はい、申し訳ないけど、はいはいはい、でも全くインテを知らない人は、はい、そうね、今も触る環境があれば分かるかな、でもなそもそもね、うん、そもそも、うん、あのレオンさんのリクエストの一番最初の時に動画の URL を送っていただいて、うん、でちょっとこれ 見てくださいっつって、その時が、ね、テトラの際にキャストをするハードプラグを、はいはいはい、でハードプラグをボトムに沈めて、うん、でボトムノックをさせているっていう動画 でテトラの中からバッと魚が出てきて、うんうん、で食って中入る、うん、っていうこの一連で、結局まずその中でやらなきゃいけないのはライトプラグ、こんな4センチ5センチのスモールプラグを遠くに飛ばせる性能、うん、これはインテであるできる、もうね、うん、できてるできてる、でその次にフォールさせてボトムタッチ、これもインテはできる、うんうん、けどそのボトムタッチから、うん、このこういうリフトアンドフォール、うん、っていう点、うん、でその時にこうコンってついた時、僕もはあのレザーカナ釣りすごく長いんですよ、そすごい長いって、ね、はい、でに、うん、あのソイ、黒ソイとかマゾイ、うん、シマゾイとかも好きで、うん、アイナメもそうなんですけど、うん、ま、10年ぐらい前はね、黒ソイの日本記録2つ持ってたぐらいなんですよ、すっげえ、結構入れてて 3.6 キロとかを入れてて、でもう今抜かれちゃったんですよ、58ぐらい、58ぐらい、58センチぐらい、はい、でオールシーズンで魚やってて、そのボトムバンプした時、うん、要は結局あと根掛かりした時の、うん、その回あの回避できるかどうかっていうテクニックもあるけど、うん、やっぱロッドの張りの性能がないとかわせないっていうのも分かってるし、うんうんうん、もろもろ分かってる、なるほど、その中でスモールプラグをボトムバンプさせた時に、根掛かった時にインテは取りづらいんですよ、やっぱり、うん、入っちゃう、うんうん、でそこでそのクイックにアクションさせる時にグッと入っていかないでスパンとこう上がるっていうのがまずインテとサビリアの違い、違う、なるほど、はい、でそのセクションはやっぱティップ、うん、ああ、もうじゃあインテとサビリアまずティップがそのものが張りが違うって、うん、違います、うん、全然違う、なるほど、はい、うん、であと魚がまず今のアクションの話ですよね、うん、アクションで求める針、うん、というところで、ちょっと高段を入れたりしてます、はい、だけどこうあの、まあ、怖いから皆さんユーザーさんやれないと思うけど、あれヒップをグーッと曲げてつけられるんですよ、いやーしまった、こうもう竿持ってくるのは絶対あのね、まあ、みんな見てると思うね、こんな U の字に曲げてるよ、僕が、うん、高段性使ってんだよね、はい、そうそう、信じらんない、だ例えば、うん、あの普通の一般的なスツイザーのマンドレル、うん、鉄芯に、例えばこういうシート、シートね、カーボンシート、これが40トン、はい、一般的に高段性だから針があるねって言われてるところのやつは、これくるくるくるって同じやつを巻いて、はいはい、でティップであれば4から6巻きとかっていう風な巻き、うん、巻いて、うん、で焼いて、うん、で4から6巻きってプライスの、プライ、ね、プライスのでやると、でそれは全部が40トンなので、うん、すごい針なわけですね、うんうんうん、アジングなんかのハードソリッド系、そう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 、だけどうちのはね、ソリッド系はそう、あの、うん、曲げなきゃいけないんで、うん、曲がるためには低弾性中断性がどうしても必要なんですね、うんうん、それをね、内部の層にそれを入れているんですよ、つまり外部構造と内部構造が、そうそう、カーボンがもう違うものを使う、そうですそうです、二重構造、そうですそうです、で最初に中断性、低断性をどっち中断性、低芯が低断、うん、でちょっともう、まあ、結構複雑になってくるんですけど、で曲げてるテストをこうやって僕が
やるんですけど、その時に確実に折るんです。折るために、折るとこまでやっちゃうわけ、ね、毎回だから4日間で20本以上折るんですよ。1機種やってみたい、はい、パーンっていってで、はい、でガイドがトップから数えて3個目と4個目で折れたりとかします、はいはいはい、でそこのセクションは何に使うかっていうところですね、うん、でそれがリフト&フォールの時のクッと持ち上げる、うん、上げてほしいので、でここちょっともうちょっと強くしよう、うん、でなおかつそのこう曲げた時にも折れないっていうぐらいにしたいっていうので、やっぱ低段を増やしつつ、うん、で針っていうのはちょっと錯覚みたいなものをちょっと使うために X 軸、錯覚、はい、それは何の錯覚を起こす、パッてやって戻って早いとか遅いとかって言うけれども、例えばスローカメラでやってみたら実はものすごく大きく違うのに、あの、なんだろう、人間の目では捉えきれないから、ある程度針があれば転倒では錯覚しちゃうんですよ。針があるんだな、高弾性なんだなって、パンと戻るから、パンと戻るから、あ、それは針だと錯覚を起こす、起こせる、あ、こう、それを起こさせるために X 軸の75度とかを入れるんですよ。カーボンシートをマンドレールのこの棒に対して75度で75度巻くってこと、はいはい、75度の層を入れる、層を入れるね、全部しゃべっちゃっていいんですか。いや、大丈夫大丈夫、できないから、できやろうと思う、それいいね、思ってもやってくんないと思います、75度かでもう一つが45度かじゃあうちのもできるじゃんと思ったってできねえよって話、そうで、やってくれるとこあったとしても多分めちゃくちゃ高いと思う。ああ、そっちがかかる、はいはい、1本15万の差とかになっちゃう、ほんで所詮カーボンのフランクスでしょ、それは5000とか6000で売ってんじゃん、うんうん、っていう人もいらっしゃるでしょ、うん、でももうあのやってる濃さが全然違う、はあ、からああいうキャストフィールが得られるわけですね。でそれでさっきのその3番目から4番目のあれを強くするんだけど、うん、でも、ま、より折れないということはより曲がるようになってる。でもトルクフルにさせてるためにその X 軸を利用してグッとリフト力を上げているんですね。あの僕はまあちょっとスピニングの方をね、うん、あのゲイリー・ルーミス率いるNFC で作ってもらったんだけど、うん、ゲイリーの言い方がね、あの日本ではよくあのパラボリックマクシンとか言うじゃない、うん、負荷に応じて曲がっていく、はい、ゲイリーの言い方違うのよ、はい、プログレッシブって言うんです。あ、プログレッシブという英語を和訳すると段階的にっていう意味なんだけど、あのなんだろうな、うん、あ、でもににそうかもね、うん、やってることそうですよ。そ、僕それ感じたの、うん、あのもちろんサビオもサビオもかなり、ノースウォークコンポジットのサウンドってあんな柔らかいさもないからね、ノースには。だけど、基礎のコンセプトにそこがある、うん、どこがね、あ、一緒かなとは思った、うん、まあその辺を実現させるための X 軸を何パーセントか何巻きか入れるってことね、はい、で、そうそうそう、ここのポンという返りを実現させてる、そうそうそう、それによってキビッキビッのリフトアンドフォールができるようになる。でその次に魚が出てきて、うん、バイトで中に入るわけですよ、うん、でインテだとちょっとついていっちゃう、うん、ぐわっと、うん、でだけどだからフッキングがいいとかっていうか、うん、そのバレつらい絡みつく、はいはい、絡みつくからね、絡みつく、絡め取るっていう風なので、例えばバチ抜けのシーバスのシーズンなんかはインテとか使ったらびっくりするぐらい乗っちゃうんですよ。そうです、それね、みんなこう聞いといて、本当にそうなのよ、うん、だから確かにね、あのソフトのライトゲームのロッドはね、スピニングもベイトも全部張りがあるわけ、うん、ところが実際これあショートバイトって言ってるけどショートバイトじゃなかったりするよね、うん、実はそういうね、僕はノベザードの歴史長いから、うん、ノベザードって全部乗るのよ、うん、じゃあショートバイトじゃないじゃん、うん、サボっちゃうって話になるよね、単純にだから打って
あの巻いてるところ、うん、着水点ルアーから、うん、ロッド一直線で線でやってたら、うん、あのなんでしょうね、ずっとテンションかかってるから、うんうん、それは乗りづらいですよね、うん、でちょっと角度10度でもやったらこの遊びがあるので、うん、グッと入るから、うん、っていうふうなところでその時でもはじかないようについていく。そうでね、今ケンさんが言ってることすっごくよくわかるのね、うん、で僕がインテをね最初に貸してもらって、はい、その時に驚愕したのね、実はなんじゃこのサーバーと、もうこの7年間10年間ずっと苦しんでたわけ、うんうん、3ラン超えたら投げれるよって、はいはい、一応ベイトフィネスという名前が付くロッドを使えば投げるんだけど、うん、2、1となるともう途端に、河原で練習した時にはもう投げれるから、よっしゃこれでいけるって現場行ったら全然ダメなのもうね、行ったの僕は諦めたのに、うん、インテを貸してくれて早速現場へと振ったら、なんと、うん、当たり前に使えちゃう。そうなんですよ。で、あれの面白いのは、難しくないんです。うん、そう、あ、難しいことあるんだ。あ、そんでね、うん、僕、みんなにはね、はい、ずっと、Facebook でも Twitter でも友達にも、はい、口でも言ってるけど、はい、僕、キャスト上手じゃないから。ベイトキャストが僕は達者じゃありませんよと。素人に汚れたというんです。この僕が投げれるという事実をちゃんとみんな見てほしい、うん、で僕つい最近もお正月に動画アップしました。はい、あそこだけ見るとわあ、レオさんベイトキャストなんかね、ランクルのスタンの向こう側までスパーって言うたりして地べたでスキッピングみたいな、みんなびっくりしたけど違う違う、あれサウナから。でもね、これご覧になってる方でね、うん、とりあえず気になって購入してやってみて、うん、びっくりしたのね、周りからね、あいつ天才かなとかって言われると思うの。あ、本当。あ、あのそのお客さんが新たにサビやサビをインテとかを購入して、うん、誰もそのメバルでそのベイトを使ってない中で、あの向かい風7メートルとかでバーンって飛んでる飛ばせるわけだから。いや、すげえわ、あいつはって、多分きっと言われるのも。なっちゃう。なっちゃう。で、そ自分も上手くなったり、錯覚を起こす。そうそうそう。人から見てもすげえなっちゃう。そうそうそう。で、やっぱそれって面白いし、うん、気持ちいいし、痛快だから、で、どんどんキャストが好きになっていって。ほんとね、今日こんな場だから、あれみんなにもはっきり言っとくけど、インクスレーベルという自分のブランドを持ちたいと、ガレージブランドでいいや、うん。本格的なブランドする気なかった。だけど、自分作りたいものを作ろう。うん、で、その中のアイテムの一つはメバルのベイトロッドだったの。で、実はプロットも作ってたのよ。あ、うん、でもダメなのよ。そこへ持ってきてインって触った時のショックったらもうなかった。で、まあ、当然自分でプロット作るぐらいだから量産を某工場でやる準備で進めてたわけよ。全部ほっくり投げたからね。もうほんと、もう無理。でちょっと話聞いた時に、あ、これは俺が知り得てる段取りではどうやったってこう作れないと思って、うん、これはもう絶対もう万歳しよう、うんうん、もう万歳して、おそらく世界中探してもここまでのあの差を作れる人間はケンさん一人しかいないと。俺も直感と自分の今までの人生で全てがもうバサーンってきたから、これをね、いやいや、ね、意地張ってさ、プライドがあるじゃん、抵抗してさ、いやいや、うちらうちで独自で作るんだっていう社長が多いよ、本当でしょ。俺はね、あのそういうプライドない、うん、こうしてもらおう、柔らかいから作ってもらおうと。ただし、みたいな方がいる、うん、その有名な重鎮がね、僕みたいなどこが馬の骨か分かんないようなところへ、もう物が物が物語ってる、もう、うん、もうないもん、世界中探したってね。でね、そのインテのとってつもないキャスタビリティ、秋らしい、うん、もう多少ベイトキャスティングが増えてでもそれなりにとかそれ以上で投げれちゃうよっていう、うん、もうここにもベタ惚れしたんだけど、踏まえて、はい、僕が
がずっとやってきた釣りに当てはめた時に足りない部分ってやっぱあるじゃん、うん、そこをテイストとしてこうしてこうしてってお願いしたんだけど、うん、そのうちの一番大きいのがさっきポロッと話してたのが、うん、インテは入っていって、うん、通常ショートバイトだとソルカフングラーが持ってるやつでもかかっちゃうと実は、うん、これってプラグでトリプルフックの世界ですよ、うん、多分、うん、やっぱりね自分と単体だとそう思いかないとこがあると、はいはいはい、僕はもう経験上感じてるわけ、はいはい、そのためにはいち早く感知することが最も大事で、いち早く感知しつつ魚のくわえ具合を体感で察知して、どこがフッキングのタイミングかっていうのがうまくいかないとなかなかソルトのライトゲームっていかないのね。まあケンさん自身が言ってくれたように、そのメタルパイプとかメタルジグとか、1グラム切るようなジグヘッドとかでやる時のボトム感知度とか、あのアクションのところのテイストだよね。そこをまああのリクエストして組んでもらったら、なんでっていうね、いきなりすごいプロトが届いたんです、うん、うっそ、まあ、結構試行錯誤して、でインテベースではあるけどもう、まあ、一からみたいなところなんですよ。へえ、うん、やっぱ先端のあのパワーを出しちゃってうわけだから、うん、そうするとちょっとずつ、例えばねキャストをうまく投げるためには、うん、根元が曲がった方がいいわけなんですね、うんうん、で根元が曲がってこうムチみたいに出てくるのがいいわけなんですよ、はいはい、でも全部が20トン全部が40トンだとあの、まあ、こうならないで普通に、なんだろうな、先端がこういかないわけですね。こう、うん、こうにならないですよ、うん、でこうならせる、スイングアークがそのまま大きいってことですね。そうそうそう、こう、まあ、こうはならない。そうそうそう、こうなっちゃう、全部曲がってるんだけど、うん、このまま戻ってくる。でそれがこうは戻らないってこと。インテと違ってあの張りを持たせたと先端部に、うん、ティンプブにということはパワーを上げてるわけだから、うん、全体的にバットからティップまで実はね、ちょっとイメージですよ、分かりやすいイメージで言うと 3% ぐらいずつダウンしていってるんですよ。どっちから？バットから。バットが一番強くて、そうそうそう、ダウンさせる 3% ずつイメージですよ。パワーダウンを、パワーダウンさせていくとムチみたいにこう出ていく。あ、ムチまさしくそうだ、はい、だからムチのペーパードはこういう感じじゃないですか、はいはい、で最後の丸はルアーだとしたら、うん、なるほど、はい、でやらないとああいう綺麗な、あ、要するに飛ぶ軽いルアーが飛ぶキャストができない。で、できる人はその20トンで、すべて20トンで巻いたもの、30トンで巻いたものできるかもしれないけども、テクニックとか、うん、あのリールのチューンアップ具合だとか、そう、すごいコアな世界になっちゃうじゃないですか。で、あの楽しい遊びを誰でもできればなっていうところで、もうね、思想がね、もう一緒ドハマり、言われるんだよ、僕も。なんで山本さん、今さらね、作業か作業だか知らんけど、1グラムなんて、遠の昔に投げれてるよっていうわけ、やっぱりね、超絶ベテランのね、ベイトキャスターがね、もうリールもあっちこっちのやらずにフルチューンにして、それでね、投げれるよって、そりゃ当たり前だろって話で、そうじゃなくて、釣り具屋さんに行って吊るしを買ってきてさ、そうそうそう、リールも竿も、そうそうそう、ね、で投げれなかったらジャンルにならないよって、そうそうそう、もうだからみんなも知らないまんまでいいわけですよ、ね、何も手を取らない、本当に本当に、もうそれができない限り俺、まあ、世の中にね、出す機会もなかったの、だから7年間苦しんだんだけど。うん、そうだ、そういう風なやってくれる、まあ、フィッシュマンがラッキーだったのはそういう工場と知り合えたっていう、でもこれ出会うべきして多分、うんうん、その工場の社長と意気投合して、うんうん、無理難題を多分そう挑戦してくれる、うん、いいファクトリーです。ちょっとここでまとめると、うん、もうね、結論としてはね、やっぱ簡単に言った方がいいんだよ、うん、サビオはインテよりもティップ、うん、特にティップパートの張りを持たせて、ボトムでの操作感をずっと良くしてる、うん、ね、だけど、
インっていうのはあの類まれなキャストビリティを損なわないギリギリの線でやったってそうですね、うん、よりしなやかなムチがインで、はい、インテをこう素早くこうやってやってみたらびっくりしました。もうブランクスがこんなヘビみたいになってますから飛んでやってみよう、はい。でサビはサビ後サビ後はもうちょっと張りを出させてるので、うん、そこまでにはならないけどな。なるほど、はい。だからそうだな、メバルゲームとかにはもうバッチリ向いてるんじゃないかしらと思いますね、はい。まあそんなところです。あとはね、うん、細かいことはね、実際に自分が手にしてね、うん、何百とも何千とも振って何十匹も何百匹も釣ってその良さっていうのがどん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 ね、あの身に染みていく。あのまた技量が上がっていくと道具の良さってね余計分かってくるんだよね、うん。僕腹立つ話があって昔、はい、子供会の町内会の子供会のスポーツトレーナーやってたの、うん、野球なんだけど、で夏にこうガーッとよ夏の夜に子供集めて約束のパーティーとかすると「ねえコーチコーチコーチなんか釣りめちゃくちゃ優しいじゃん」みたいな「おおそれよ、うん、好きなんだ」って「うん好き」って。ところでコーチリール何使ってる ?20 年ぐらい前かな、うん、もう俺はあったぐらいよっつったらそれ4年生よ、うん、僕捨てがちょっと余談だけど、捨てがの良さなんか わけがないじゃない。やっぱり経験値があって、うん、初めて道具の良さって分かっていくので、うん、まあそういうことも釣りのね、うん、楽しさだし面白さって、うん、まあということで、インテのまあちょっとしたあの作り方の秘話みたいな開発秘話みたいなのをちょっと語っていただいたんですけど、一方のサビの方、うんうん、僕は僕なりの一定のイメージがあって、うん、サビ用じゃできない、はい、例えばメタルジグ、はい、357重ければ10 15ぐらいまで視野に入れて、うん、海峡の本流のど真ん中へ投げて、うん、で操作するのにあのクラスがいるなってことをお願いしたんだけど、うん、あの辺は作り方ってどうなんですか。67っていうフィードはもう、うん、まあ、基本的におかっぱりのなんかバーサタイルみたいな感じがあって、うん、で7球がやっぱりそっちの次に特化してるから、はいはいはい、逆に6、7の分かりやすくてですね、うん、はい、うん、時間はそんなにかからなかったですね。7球は悶絶しましたけどね。あれダメだダメだダメだっていう、要するに 3% のリオロムが途中ではまらなくなるんですよね。そうすると強すぎちゃったりする。でもそのメタルジグの357070っていう風な方がすごいやりやすかったかな。やりやすかった。すごいバーサタイルなそのバスロッドを作るようなイメージと、うん、でそのメタルジグの釣りは僕すごく好きでよくやってたのですから、僕も大変申し訳ないんだけど、はい、僕フィッシュマンのロッドをずらーっと持ってるわけじゃないんで、はいはい、僕もフィッシュマン知ったのは随分後っていうか、うん、もうほんとここ2年ですね、3年ぐらいのもんだから知らないんだけど、はい、フィッシュマンラインナップの中に、うん、あの67サビや風なサってあるの？ないっすね。ないんだ。ないっす。ちゃんと作ってくださってるんですよ。ないっす。これね、僕今話聞いててちょっと胸痛くなったんだけど、じゃあお願いしますよっつって、こんなテイストでってお願いして、あと全く交流がなかったんですよ、一時ボーンってね、うんうんうん、で本当にやってくれてるかどうかもうほぼ考えもせず、うんうん、もうインクス起こしたばっかりでガーッ忙しい時だからもうそっち夢中になってたら半年ぐらいだよね、うん、半年か8ヶ月かできましたってパンってね持ってきてくる展示会の時には出してくれて、それが悶絶するほど悩んで苦しんだわけでしょ、うん、過去の僕の知らないとこでね、そんなことになってたんだと思ったら今すごいもう嬉しくも申し訳ないけど、あの日本はねやりすぎた。もうどうしていいか分かんない。次あれがブラッシュアップとかって、うん、今のところブラッシュアップの仕方が浮かばないぐらい、すごくいい竿で67はね、うちで欲しいと
真剣に思ったぐらい。うん、もう言われたもんね。いやー、本当に楽しい散歩できたな。本当にね、あのもう一発であのすごいものが上がってきたのをびっくりしたのは、僕も全然竿作りに携わったわ来たわけだから、うん、全くやってないわけじゃないので、プロトロットなるものをね、どことは言いませんよ、陰でやってるんだよ、うん、一つははっきりしてるんだけど、どのメーカーか。でも後の2社っていうのはみんなが知らないところで竿作りに4箇所か、うん、一応貢献してるわけですよ、はい、でプロト1、2、3とかするんだけど、はい、まあ一発目、二発目、こっぴどいもんですよ、今までの僕の経験が、うん、いきなりあれはね、何なんだこれっていう、あ、そんな初めてのね、お取引っていうかあれもあったし、びっくりさせたいなっていうのもあって、だいろんなことが想定して、でだからインクスレベルさんのラインナップはホームページで勉強して、その3、5、7とかって、例えばルアーウェイトで言うと、3と5ではかかる、キャストした時に同じ切り方でも負荷かかる位置が変わるわけですよ。で、例えば 3g がトップから3番目のところに負荷がかかるとしたら 5g はその下にかかるわけです。で、その下、その3と4が曲がった時の収束のスピードって実は変わっちゃうんですよ。で、同じにしたいわけ。タイミング変わると爆発するからね。そうそう、同じにできれば、同じフィーリングで投げれるから、うわ、テクニックがいらない。大きいよそれ。それをオートマチックにできたら最高でしょ。そんなことができたら。そうよ。ということは、その極端に分かりやすく言うと、ガイドの1単位で変えてくるんですね。それ、本当にそこだったの。リールはね、はい、どんどん進化していったの、この10年で。10年も経たないんだよね、ベイプフィネス。2011年ぐらいなんだよ、ベイトフィネスがバスの世界で歌ってくださったの。で、リールは先に進化してた、で、竿は、まあ、ケンさんみたいな人だったら渓流とかそっちの世界は別として、我々のソフトのライトゲームの世界じゃ、ソフトライトゲーム用のベイトフィネスロッドが第1号が出たのが6年前ぐらいかな、で、いまだにそうなんだけど、ケンさんとこの竿にインテに出会うまでは、こっち側のその手のベイトフィネスの竿は、全部スピニングとちょっと変わんないの、ブランクが。で、なぜかというと、根、はい、魚ライトゲームってここの吸い込みがああいう竿にしちゃう、だから追いつかなかった。リールの方は手先って、で、リール良くなってたじゃない、全部、全部モンドバックがしにくくなったし、で、ようやくサオが来たなっていうのがね、正直な感想、で、その、ソフトメーカーではケンさんのおかげで先陣を切れたんですよ、本当のライトソフトのフィネスにロッドが先陣出たのは本当に嬉しいし、あれから仕組んでくれた出会いなんでね、神様のね、釣りの神様がきっと、それね、大切にしたいなと思うんです。こういう出会いも付き合いは本当に人ありきでできていくことなんで、自分だけじゃ絶対に無理なんで、いやー、そうだ、僕もそうだろうな、本当に作れたのもいろんな偶然が重なってですから。あ、でそう、偶然なんだよね、はい、それを追求してくれるファクトリーがいて、これだったらできるかもしれないとかっていう提案をもらえて、で僕はもう、いや、ダメだ、それじゃダメだ、ダメだ、ダメだって妥協はできないんで、そういうのをやっても結局、お客さんがフィールド出した時にお客さんがばっかりしちゃうから、ここでね、今度サビオとサビオの話も終わったからね、これはもう純粋に聞きたいことがあって、前も一回聞いたんだけどさ、
あの手の差を作ろうとすると、特にサビやインテイはそうなんだけど、ずいぶんこうパートをいじくってて、何かしらも多分、うんうん、例えばカタンというとこうマンドレルっていう、芯金があったら、これで一種類のカーボンシートが枕家でサボってできちゃうよね、はいはい、でもそれじゃあこういろんなジャンルやいろんなウェイトやいろんなタイプのブルー投げるのに投げれないから、こう分けていくわけじゃない、うん、例えばインテでサビアでいくと何箇所、何箇所、単純にガイド1ぐらいと思っていただければ、11箇所とか12箇所、はい、そうですそうですぐらい変えてあるわけです。そうです、こんなことを、はい、こういうのによく頼めた。そうだね、だってしょうがないですよ、そこで折れたくないから、そこ補強していくとまた全部が変わってくるでしょ。そうだけど、それやると曲がらなくなるんで、いや曲げたい、うん、結果になんなかった、なりますね、なるよね最初の頃何言ってんのみたいな、こっちも言われちゃうじゃない。だから僕はね、それがしたくてメーカー立ち上げたんで、お金いくらかかってもいいから、で時間いくらかかってもいいからっていうのが前提であって、サラリーマンじゃないんで、いついつまでに発表しなきゃいけないっていうのがないんですからね、納得いくまでやるって。何年かかった、その工場で、取り組み出して、はい、来たって思うのにどれくらいで、相手がスムーズに量産の体制まで、いや、だから番手ごとでいろんな高い壁があって、うん、ダメなものだったらば、例えば8級のベンダーガールっていうのはもうすごい毎年買っていただいてるんですけど、あれはね3年半ぐらいかかる、うん、1回2年目ぐらいで完成を見たんですけど、そのしなやかにキャストはしやすいんですけど、モンスターかかった時に腹筋が決まらない、ね、はい、もうそのデザイナーであり、アングラーありきの店さんがいて、はいはい、それを形にしてくれる工場のスキル、技術がないといけないんだけど、はい、それだけでもできなくて、この男が望むものを多少きつくても、プロダクトね、工場として頑張って作ろうという気持ちにさせるために精神性が最も大事で、まあ、平たく言えば人間付き合い、心がどんだけ通うかじゃない。それを聞きたかった、そこ何年かかったんだろうって、ああさようまでに、よしじゃあお前のためやっちゃうよって、どうやって言わせたのかなって、恐らく3年ぐらいかな、ね、結構密度濃く、密度濃く、はい、でオーダーしたらしっぱなしじゃなくて、もうチェックしに足しげく通って、熱意、熱意よ、はい、でうちは次が多いから、インテも、インテも、インクさんの名前も、スリーピーでしょ、で、継ぎ数が多いんで、あれをまとめて、しょって、いろんなところに行くって利点もあるけど、継ぎ数が多いから、緩むし、で、アクション激しくやってれば回るし、っていうデメリットももちろんあって、で、だからそれを超えるようなベンドカーブがもしも出せたら、絶対便利じゃないですか。なので、だからできたらそのサビやサビをユーザーの皆さんにはフェルルワックスとかも持っておいてほしいですね。これ言っちゃったら叱られるから何でしょう。いや、僕とかお店もあるんで、はい、ウェブショップだけど、つけてるんです。まあ、それフェルルワックス、はい、あれはもう本当に製品全部つけて出そうかなと思ってるぐらいの、次のロットからはね、僕ね、水品なんで醤油のちっこいお弁当に入るような醤油があるし、あれみたいなのに、あれみたいなものの側を作って、その詰めて、本当つけたいなと思って、やるやるやりたいんですよ。それやるで、はい、でそれはもう一個は何つけたらね、絶対ダメで、これ意外にみんな知らない、ちょっといいチャンスだから言っとくけど、例えば、まあ、フィッシュマンロッド、サビア作業も 3P だからフェルロックスと思うかもしれないけど、例えばね、ワンピースの竿でバットジョイントの竿があるじゃん、ね、まあ、サビアもそうなんだけど、ここのフェルロよりも、
例えば僕が手掛けた中でいうとブリレの、サウナっていうのは、はい、ここへパイプが出てないわけ、はい、グリップジョイントの、うん、ここへ深くさせていくんだけど、うんうんうん、つららさんとこの、サウナってこれくらいパイプが出ててそこへつくじゃない、うんうん、ワンピのバットジョイントが、うんうん、でここで折る人がいるのよ、うん、でこの太いとこじゃん、うん、なんでこの太いとこで折れるのかをユーザーが分かんない、うん、あれ実は刺したようでも 0.0 何ミリっていうね隙間があちこちにあるわけで人間が感知できないくらいこうカタカタしてるの実は人間じゃ分かんない、うん、それで何百回も何百回も振ってるうちにこう疲労が起きて折れるわけです、うん、それをワックスで埋めてさせたらそんなことが起きないよということを、うん、ほとんどですね知らないですよ今、うん、現在そうです、うん、だからうちのねあんまし言いたくないんですけどそのお店さん、うん、通販でね、うん、自社通販でワックス売ってるんですけど、うん、売れないですよどれくらい必要かったら知らないんですよ、はい、これね、さすがにそろそろ本気で言わなくちゃいけない本当に僕たちは、うんうん、でね、抜き差しをしてるとフェルールワックスのオス側っていうのがどん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 やっぱ擦れて粉なんで粉の集合だから、うんうん、取れていっちゃうわけですよね、うんうん、で、2年目、3年目、4年目となるとあれ緩くなったなっていう感覚があるでしょであれは擦れていってロッドのオス側ね、メス側ね、うん、オスの方が痩せていくのそうそうそう抜き刺してるしどんどん深く入っていくんだそうそうそうであれとかもワックスあればもっと会場までいかないけど補足できるし、うん、でこの接着面っていうのがもう隙間なくビタッと埋まってくっついてるから、うん、あの本来の曲がりってパワーがちゃんと正しく働くんですか隙間なくねそれができれば飛距離も伸びるんですよ飛距離も伸びる、はい、伸びますもう綺麗に曲がるわけだからエネルギーがスムーズにいくわけなるほどここで散らないんだよはいはいはい、はい、隙間があったら散るもんねそう散ります、ね、っていうことはないですねなるほどね、うん、でそこはそういうふうなカーブ作ってるので、うんはい、それはいかんなく使っていただいた方が絶対使いましょう、うんフェルルワックス、うん、風にも強いし、はい、ピンも入るしなんか今ケンさんがちらっとこのちっこいの製品にこうもう最初からくっつけてたぞみたいなものを作ったいな、うん、僕もそう思う本当に、ね、ぜひぜひそういう方向で、うん、はいまあこんな感じで、ねもうこの業界に、まあ、短いとはいえ携わってる僕がちょっとびっくりするようなその関係性を構造と作り上げて、うん、今のフィッシュマンさんの本店大像があるわけなんだけどほぼ ほとほとすげえないやいやいやなかなかそれだけの努力できないしいやじゃあ努力じゃないな好きなんですよねそうね何の一度に努力したねって言ったら怒るからね好きでやってきたことだからね努力じゃないからね情熱なんだそう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 で情熱と情熱がうまくぶつかったうん企業って会社はやっぱりそんな会社ばっかりじゃないから、うん、ひたすらもう簡単に儲かった方がいいという考え方しかしない会社もいるからものづくりに対してその情熱のある人とある人がぶつかったわけですよ、うんうんうん、これって典型なんで運命なんだよねラッキーでしたねあ、うん、嬉しいですね、うんうんでそこに僕もくっつけてもらってるからでそれはやっぱ嬉しいいや本当嬉しいですよこの出会いは本当に感謝したいですね、うん、まあ時間も長くなったので最後になるんだけどもうこんなだからね僕自身こんな偉そうなこと言ってるけど製品版のサビオサビアが届いたのが11月ですよ2018年11月、うん、ねドサッといっぱい来たで今まではプロトだった時、うんサービアって書いてあるロゴの書体も違うしあれシール貼ってるだけだから使ってるうちにだんだん剥げちゃってなくなっちゃってる、うんうん、でちゃんと製品版が届きました、はい、嬉しいから毎日毎日振ってます、はい、どんどん良くなるんですよあ何っていうぐらい、うん、日々良くなってうんうんうんほんとに味わってほしい自分がリクエストしておいて、はい
知らないことがいっぱいあって、それ実際に振らないと分かんなくて、でそれはさっきも言ったその、なんでしょう、ルアーウェイトが変わると、投げ方は本当は変えなきゃいけないんだけど、同じフィールディングでやれてしまうわけなんですね。だからそれ、そういうギミックを仕込んでるんですよ。それがあるからできてる。そうですね。過去で3番やった横浜のメバルボートゲームの穴打ちが、一度たりとも入ったことのない、こう構造の護岸ね、護岸テーブルね、その下は当然こう空いてるわけ、柱がこうあるわけで、過去に何十回も言ってるのよ。で、あの中に打ち込めばいいのが出るよねと思うからバーンと打つんだけど、だいたい奥の柱の1本目のところでポタッと落ちるわけ、最近行ってピックするもんね、もうそれも奥の柱のところが入るんだよ、バーンってもう呆れる。気持ちいいでしょ。気持ちいい。すごい。数字が変わる。うちのテストされたもん、はい。あの映像見て。ボスめちゃくちゃ上手に見えますよ。お前ちょっと待って。上手に見えますよっていうことはいつも下手だと思ってるんだよって言ったら、とか言って言うんだよ。やっぱそれぐらい気に入っちゃってるから、自社製品というわけじゃなくて、その気持ちいい、痛快なキャストに痺れちゃってるわけで、で一回それがこう気持ちいいなとか楽しいなって思っちゃったら、もうどんどん投げるじゃないですか。手返しも上がるし、どんどん上手くなるそのスピードがもう尋常じゃなく上がっていくんですよね。重要。こんなサウン見たことない。あんな育ててくれるサウンでもあるよ。でスピニングしか使ったことない人が、びっくりすると思う、投げれるような。本当びっくりしますよ。でね。本当これが最後なんだけど、次作りたい。次をこういうのああいうの作りたい。はいはいはい。ちょっとね時間かかっちゃうかもしれないけど、あれを例のやってますから、あれの例のだから、ね、例の言わないけど例の2本ぐらい頼んでるんだけど、例の違うの、 こっちのライトの方で、55とか55.とか、あ、さらに行きますか。うん。ライトもっとライトの、もっとライトの、インテの、あ、じゃあ、ごめんなさい、サビを、サビアの短い版、サビアの短い版、サビアの短い版、あれだってサビアのサビアも相当パワーあるよ。あ、全然408、508取れちゃうよ。508取れる。あ、取れるかもな。取れるですよ。ロケーションが思うかなんて砂地のところも買いつくから全然問題じゃない、そこそこドラム締めてても全然曲がる分いけちゃう、で、メバルツってっとね、案外オーバーパワーなんだよ、安心できるよ、安心できるんだけど、はい、どんどんさ全国的にフィールド魚が小型化していってるから、もっとライトなところでもう、まあ、極端に言うけど豆味でもめっちゃ面白いそうだね、で、短くて軽くて取れませんって言ってね、そうな、まあまあまあ、あくまでも飲んでる席の話なんで、でもね、どんなのか別だけど、でもね、そう、挑戦したいんで、作りたくなっちゃう、無理難題をちょっと言ってほしい、作りたくなっちゃう、はい、で、いいです、例えば、はい、サビオの8号とか作りたくなっちゃった、はぁ、8号じゃない、あれはもう7、7級があるんだから、ほぼ8フィートだから、もう9フィートとか、ほんとそのままでね、考えるくらい、毎日毎日がボイトキャスティングが面白くなっちゃって、これあかんですね、麻薬的なところがあるね、そうですね、楽しい、今までやってた楽しいなっていう釣り、好きなレングス、全てに当てはまるんですよ。そのどっかに答えがあって、今はまだ出せないですよ、例えばその今の9秒とか、今は答えは出せないけども、多分4年後出せるかもしれないし、落としどころ、はまりどころが出てくる、そう、あとそういう美術が、ああ、こういう素材を使えばいいんだっていうのが、新たに分かったりとか、その模索してないと分かんないからね。ということでね、将来楽しみです、僕ね、年取ったら暇がないね、今、本当に、リーフがまたどんどん良くなっちゃう。今度は大和さんから30ミリ出てる、 あれがどんなのか分かんないけど、まあ楽しみですよね、はいはいはい、あとその出し出たのに知らなかったアルファスエアのストリームカスタム、あれね、
1グラムとか前後投げてみて思ったんだけど、あれ固定ローター正解だと思うよ。へえ。いやなんかさ、あれおかしいよ。大和さんが、うん、やばいですね。やばい、やばいですね。僕スティーズとかのちょっとソルト用に新たに買ってみたんですけど、うん、あのおすすめ勧められてね、すごい快適で。僕らもほとんど台湾かつては島の方で途中から台湾になって大変ずっと使ってるんだけど、うん、特にあのアルフスやストリームカスタムもローターを固定しちゃって出なくするという。なぜったら軽いもの投げるんだから、うん、当然そうでしょうっていう物理論理があって、うん、本当だ、本当なんですよね。うん、軽いんだからある程度のスピードがダッと出ないと飛ばないので。でもかつてのブレーキシステムのだと逆にそこがアダになって、うん、伸びない、 あまりにも軽いところの設定でリールメーカーさん考えてなかったんだけど、ところがあの惜しくも昨年亡くなられた本山さんが自分でバランスで固定して、うん、やったのがあれだもんね、うん、めちゃくちゃいいんですよ、うん、で100点とは言ってないよ。そこに近未来の、うん、ライトゲー、ソルトのライトベイトフィネスのリールの姿がバーンってね、うんうん、ピーンと来て、うんうん、絶対すごいのが出てくるんですよ。またまた面白くなります。面白くなる、本当に、はい、すごい。だからこの遊びをほんとぜひ体感してほしいですね。あのね、釣りルアーアングラーになった以上ははっきりとやらないと損やね。うん、それをそあの快感をね、得ないで、は言っとくと年取っちゃうダメだな。商売で言ってないよ本当に。これもったいないでやらないと。もったいない、あんな面白くない。はい、うん、いろんなところが刺激されますよ。ですよ、はい、ね。ということで、また2人のコンビネーションで面白いものが出るかもしれないし、またそれぞれがとんでもないものを作るかもしれないんで、ぜひぜひね、期待してください。お楽しみに。もう一回じゃあ乾杯して、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。よし、ありがとうございます。ご苦労さんです。いい感じになってるんじゃない。ありがとうございます。ビールの音はどうしますか。お願いします。